が一体どこに行ったんだあいつは。あ、今日はちょっとねある人物を探しに、台湾にやってまいりました。はい、これからちょっと今もちょっと探して1時間ぐらいになるんですけど全く見つからないので、これからちょっとですね携帯で検索して探してみたいと思います。チャーシュー作りをしたいと思います、よろしくお願いします。じゃあさっきもらったこのチャーシュー、これ豚バラ4キロですね。これ見てください、これ見て、これうわすごいっすね、豚バラ4キロって。うわこれはあとで切ります。4等分にして、今日4つのチャーシューを作ります。でそれに使うちょっと材料、ほとんどもうタレ、漬けダレに使う材料なんですけど、みりん、濃い口、料理酒、あと砂糖、この辺は生姜、土生姜、にんにく、玉ねぎ、長ネギ、これはボイルするときに全部鍋に入れる具材です。一部タレの中にもちょっとネギの青い部分を入れたりとか、ニンニクもちょっと入れたりとかしますんで、あとその辺は後で動画で撮っていきます。あとこれもちょっと味の素、ちょっとタレに漬けダレに使いますんで、これはチャーシューを巻く糸なんで、今からこれを使って、チャーシューを巻く作業をしていきたいと思います。同じ顔じゃん。肉をですね、ちょっとこう結構こう平たくして、というか潰して、伸ばしてというか潰して、一旦こうでこうちょっと形をこの状態で整えてから巻きます。こっち向きで、脂身を表にしたいんで、こっち向きからこういうふうに巻きますと。僕はちょっとこっち一本残しといて、ここ一本こう真ん中に置いたら、もうこのままここから巻いていきます。すごい下手くそですけど、すいません。ちょっと待ってくださいよ、糸が。何やろこの糸、
もちろんの100均だからもう、もつれとれやけもんこれ100均やん、しっかり巻いた方がいいんじゃん。うん、そうね、こうやってコンソール巻いて巻いてボンネスハムみたいになってるやけこれ、どうせかこっちちゃうねん、こっちこっち、あ、そっちか、間違えといて一緒やで、ここまで、まあ、負けたらもう普通の丸結びでいいと思います。やります。これ本当手間なんですけど、うん、手間ない人は本当にあのスーパーに売ってるやつをもうそのまま巻かずにやってもいいと思います。はい、出来上がりました。ここからだからこれで4本巻けましたんで、次はこれを、ボイルする作業をしていきたいと思います。糸巻いた、お肉をこの鍋に移しましょう。もうちょっと今日この鍋使ってますので、もっと、まあ、気持ちもちょっと大きい方がいいかなと思いますけど、今日はこれしかないのでこれを使います。で、ネギとあと生姜ももう適当に割っちゃって、これ入れてもらって、で、玉ねぎも1個もう適当です、これ入れます。で、ニンニクはもう僕はこうやって潰します。もうニンニク大好きなんで、あのニンニクの風味がよく出るように。で、こっからうん、もう肉は浸るぐらいだから、もう少し大きい鍋がいいって言ったのはそういう意味で、まあ僕はもうダブダブに浸るぐらいがいいんで、ちょっともうギリギリっすね。で、最初強火でもう沸騰するまでちょっと強火でやって、で、沸騰したらアクが出てくるんで、まあ、アクを取った後にもう超弱火でコトコトで、ここから1時間、まあ20分ぐらい、置きます。もうボイルします。とにかくちっちゃかったんで、あのやっぱり今2個に分けてます。はい、ボイル1時間20分25分だったかな、もうそれぐらいの時間がもうなく終わるんですけど、こんな感じになってます。今むちゃくちゃいい匂いがしてるんですけど、絶対もうここでニンニクとか生姜とか結構入れた方が本当に風味が強くなって、たくさん入れるのがおすすめかなと思います。はい、じゃあこの肉、ボイルした肉を揚げます。どんどんですか、いい感じ。じゃあ次につけだれを作ります。で、今回あのもうほんと簡単です。もう僕我流なんで、ほんと簡単に作るんですけど、このもう材料としては濃口醤油と料理酒、みりん、味の素、あとあの生姜、土生姜、あとニンニクと、これ白ネギと砂糖と、あと塩も、入れます。これで作っていきます。分量としてはもうこの2リットル、これ1リットルなんですけど、この2リットルをベースにするんで、2リットルに対して酒とみりんを
4分の1、だから500、ちょうど半分使います。これ500、500使って、あと砂糖も500。ちょっと甘めでいい人はもっと砂糖はたくさん入れても問題ないかなと思います。であと風味にこのニンニクと生姜とネギを入れて、あとまあちょっとこれも旨味調味料、ちょっとこれも全部入れます。で鍋にこの酒を半分入れます。料理酒、飛ばして、もう醤油この中ドバー入れます。で、これ2本入れて結構多いなと思うかもわかりませんけど、これ保存しとけるんで、結構多いめに作って保存しといて、またタレがなくなったらそれ使ってもいいし、あとチャーシュー丼とか作るときはこのタレも使わないので。結構多めに作っといて問題ないと思います。醤油を2リットル入れました。でここにニンニクと生姜を入れます。これも風味付けです。あとネギ入れます。でそしてここにもう味の素も入れちゃいます。味の素もこれ全部入れちゃいます。で今日はこれが200ミリリットルなんで、1杯がこれを2杯半入れます。塩も適量。ここで沸騰する直前まで、沸騰直前ぐらいになってきたんで、これで、ね、火を止めます。でこれ一回火を止めて、もう止めます。つけだれができましたんで、ここにもさっきこんな感じです。でこれで1日約1、まあ明日ですね、明日までちょっとこの状態でつけといて、出来上がりを見たいなと思います。肉は置いてくるんで、まあ、1日ちょっとつけときたいので、こうつけ石代わりにちょっと重たいこのお皿をちょっと置いときます。約1日ちょっとつけて明日味を見たいと思います。やば、うまそう。うわ、うん、見てくださいこれ、見てくださいこれこれこれを、うん、どこに行きます、どこに行きます、どこに行くでしょうか、どこに行くでしょうか、うん、